車は国道58号線茶団町美浜付近、左側にアメリカン3号店、信号左折します。ここから目的地近いですね。左側に茶団旅行、お茶漬けカフェなどが見えたら信号右折。この辺りは YouTube 投稿が多かった場所ですね。左に唐揚げ屋カリッジュ茶炭店、そして洋菓子パン工房ブラッシュ、左側にホリエモン監修の小麦の奴隷茶炭店、青森ではローカルなチリリンアイス。目的地着きました。以前とは看板も変わってますね。雰囲気も変わってますね。それでは行ってみよう。どう変わったのか飛び込みで確認してみますね。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは確かめてみます。あれ前も撮影したことがあってさ、こっち。ああ、そうなんですか。うん、だからリニューアルしたのかなと思って。あ、そうです。前のオーナーさんからちょっとお話しいただいて、うん、あ、辞めたの。ちょっと人手が足りないっていうの で、2人いたんじゃない。はい、で、お一人がちょっと他の仕事が忙しくなったみたいで、はい、で、僕前のおにぎり屋さんにお米をおろさせて、僕ちょっと農業も北海道でやってまして、それでお米を使っていただいてたつながりでちょっとやりませんかっていうので。はい、面白い。あれ、ご近所、お迎えご近所ですか。いや、違う、たまたま、うん、通ったから。ああ、そうですね。この前通った時は、はい、またリニューアルしてるのかなと思って。あ、そうです、僕が工事入れてた改装してるからほぼしてないんですけどね。はい、何がおすすめ。ですね、やっぱりお米がちょっと変わってるんで、前より、はい、塩はやっぱり一度ちょっとお米の味が一番わかる。中身が入った方がいいな。あとはそうですね、前のお店で何か好きだった具材。いや、前はね、はい、弁当って書いてあるから。あ、お弁当やってはりましたね、うん、はい、だから面白いなと思って、はい、おにぎり弁当おにぎりも買ったんですけどね。やってましたね、ちょっとおかず入れて。そう、はい、じゃあね、はい、あ、この辺もあります。ありますね、梅と。はい、ありがとうございます。鮭ください。鮭、はい、はい、あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お控えは大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。また よかったら。いい情報。ありがとうございます。よかった。すいません、わざわざ本当に。いや、僕場所移動しますね。左側にモーニングボール時間帯によってはいつも混んでます。そしてトロピカルキッチン。の信号を左折します。日当たり右折ですね。右側にロールアップブリトー、美味しいですよ。海岸沿いは車止めるの苦労しますね。ラッキーでした。1台出て行きましたね。海はいいですね。気持ちいい。ありがとうございます。
ございました。